長勝院元和5年12月6日は、戦国時代から江戸時代初期にかけての女性。江戸幕府の初代将軍、徳川家康の側室。物部姓長見氏の娘。通称おこちゃ、おまんの方、小郷曲とも。結城秀康の生母。お一万の方誕生地天文17年、三河国地恋船明神の社人、長見忠茂の娘として誕生する。名は万、おこちゃ、松、菊子、おこまんと伝わる。随安見聞録に収録されている、本多重次書状写しに、おこちゃと見えるので、当時、本多重次には、おこちゃと呼ばれていたとされる。また、知立市では万の母を、水野忠政の娘で、お代の方の外名とする。はじめ徳川家康の正室、築山殿の奥女中で、家康の手付けとなり、おぎんを生んだとされるが、家康が、長見氏を心中させた時に万を仕えさせることを約束させ、元亀3年に浜松城に仕え、おぎを生んだともされる。この時、双子であったと言われ、俗に、長見定成がもう一人にあたるという。知立神社には、万が、定成の容体を心配して送った手紙が残されている。当時、双子は、犬畜生と同じ、双子腹と忌み嫌われていたため、定成は万の実家、長見家に預けられ、おぎいも家康に嫌われ2歳の時に初めて、家康と対面した。天正12年、11歳のおよし丸が、豊臣秀吉の養子となり、後に元服し、秀康と改名した。秀康は、結城晴友の養女、江戸鶴子と結婚し、婿養子として、結城氏を継いだ。関ヶ原の戦い後は秀康が、北の庄城の城主となったため、万もこれに同行する。慶長12年に、秀康が、北の庄にて急死すると、家康の許可なしに出家するが、咎めはなかった。元和5年に72歳で、北の庄において死去し、光顕寺に葬られた。永平寺に分骨。曹操寺の戒名は、長勝院、松室多江はじめ大師。秀康の子孫である、越前松平家系の福井藩をはじめとする、各大名家では、所流は、長勝院にちなみ長見氏を名乗るケースがある。また、家臣団中に、長勝院の縁石である長見氏が、複数存在する。長見義勝、長見義次、長見義持など。その他、同じく、福井藩に関連する、長見民部がいる。ありがとうございます。